あれ？来てるのまだニコちゃんだけ？みんな今日は遅いんだね。ニコちゃん、そんなにパソコンの画面に近づいてたら目悪くなるにゃ。何調べてる？え？女子に人気の結婚式場？ブライダルフェアのご案内、披露宴の演出について。ニコちゃん結婚するにゃ？うわ、ちょっとリン、耳元で大きい声出さないでよ。大ニュースにゃ。みんなは知ってるの？でもカヨチンやマキちゃんは何も。あ、そっか、みんなが来たら発表するんだね。違う、結婚なんてするわけないでしょ。つまり結婚式のイベントに出るってこと？リンたちが？まだそのイベントを探してる段階だけどね。ちょっとこれ見て。ウェディングイベントにスクールアイドルが登場。あ、このニュース知ってる。こないだかよちんが教えてくれたにゃ。今すごく人気のグループなんだよね。この記事の写真も可愛いにゃ。ウェディングドレス綺麗。確かに人気はすごいわ。でもね、ミューズだって人気も実力も十分すぎるくらいあると思わない？この私がいるんだから。世界にニコニーの存在を改めて刻みつけてやるわ。宇宙一可愛いウェディングドレス姿を拝ませてあげる。ニコちゃん、ウェディングドレスが着たいの？だからそういう意味じゃ。もう、とにかく私はイベント探しで忙しいの。他のみんなが来るまでちょっと静かにしてて。はーい。ニコちゃん、電話鳴ってるにゃ。ん？え、リンが出ていいの？いいわよ。どうせエリが生徒会で遅れるとか、ほのかが補習で遅れるとか、そういう内容でしょ。予想できちゃうなんてすごいにゃ。じゃあ出るね。もしもし。ニコちゃん今忙しくて、お話はリンが聞くにゃ。わかったわ。後でニコッチやミューズのみんなにも伝えてくれるかしら。実はね。ニコちゃーん。なあ、もうだから大きい声出すなって言ったでしょうが。ニコちゃん、あのね、ドレスが着られるよ。はっ、わー、おー、すっごー。ここに出してあるの全部マリーのドレス？イエース、みんなに合うサイズも揃ってると思うわ。どれでも好きなのをチョイスしてね。ありがとうございます、マリさん。ホテルオハラのパーティーにふさわしいドレス、全身全霊で選ばせていただきます。マリさんのお家のパーティー楽しみにゃ。美味しいお料理いっぱい出るかな。マリさん、こんな無造作にベッドに積み上げないで、きちんとハンガーにかけてください。シワになってしまうではありませんか。大丈夫よ。ベッドに出してあるのはシワになりにくい素材のものだから。それ以外のはこっちのクローゼット。また増えましたわね。買い物をするときは
セーブしなさいと何度も言っていますのに。はぁ、ドレスってウェディングドレスのことかと思ったら普通のパーティードレスのことだったとはね。ウェディングドレス？え？ニコッチってば結婚すんの？マジで？おめでとう！な、本当なのですか？ニコさん。お祝いの品をお送りしないといけませんね。何にしましょう？マリッジブルーになったら遠慮なく連絡してね。どんな時でも力になるわ。ちっくー、話を聞け。ホテルオハラって言ってもこの内浦のホテルとは違うとこなんだよね。遠いの？少しね。でも Don't worry、 ヘリならすぐよ。みんなのこともマリーが責任を持って送り届けるわ。あなたも送ってもらう立場でしょう。このドレス、昨日クリアしたゲームのヒロインに絶対似合います。あとこっちのドレスはヒロインの妹に似合いそうですね。ゲームのキャラじゃなくて自分に似合うやつを探しなさいよ。ニコちゃん、ん？どれ着るか決まったの？ううん、まだだけど、マリさんから電話もらったとき、ちゃんと説明できなくてごめんなさい。きっと、ウェディングドレスみたいな服が着られると思って、ニコちゃんに早く伝えなくちゃと思ったから。でも、ニコちゃんのこと、がっかりさせちゃったにゃ。別に気にしてないわよ。マリの家のパーティーなんてセレブがゴロゴロ来そうじゃない。ニコニーの魅力を世界に知らしめる絶好のチャンスよ。この機を逃す手はないでしょう。思う存分利用させてもらうわ。それにリンを一人で行かせるのも心配だからね。ニコちゃん、ありがとにゃー。はいはい、ほら、わかったら早くどのドレスにするか決めなさいよ。でもこんなにたくさんあるとどれを選べばいいのかわかんないにゃ。お困りかリン。そんならアイさんが選ぶの手伝うよ。さーて、リンに合うドレスはドレスかね。ドレスだけにこれなんてどう？トップは無地でシンプルだけど、スカートにはフリルたっぷり。カラーもイエローだし、リンにぴったりじゃない？いいね。私はこれかな。バルーンスカートのふわもこな感じが可愛くない？色はパステルグリーンで落ち着いてるけど似合うと思うよ。よかったわね、ティン。この二人が選ぶなら間違いないでしょう。ドレスに靴にアクセサリー、どんどんパーティーの支度をしたくなる。ちゃっちゃと試着しちゃいましょう。このドレスも追加で。待って、それならこっちのドレスも着てみましょう。あ、確かこのドレスに似合うネックレスがあったはず。はぁ、全然決まる気がしないにゃ。着いたわ。ここがパーティー会場よ。わぁ、すっごく豪華なお庭だにゃ。おしゃれ。アイさんが想像してたガーデンパーティーと全然違う。装飾も華やかですね。周りの緑と調和していてとても美しい。このお庭だけ別世界のようです。意外と開放的な感じね。ドレスコードがあるって言われた時は
どれだけお堅いところに連れて行かれるのかと思ったけど、歩さんたちも来られていたらこの華やかな空間に胸を躍らせたでしょうね。そうですわね。きっと次は全員で来られますわ。どのお料理も美味しそうにゃ。お肉、パスタ、麻婆豆腐、いろんなお料理があるんだね。ねえねえ、記念写真撮ろうよ。セツ、こっち寄って寄って。うわー、アイさん、そんなにくっつかなくても大丈夫ですから。あんたたち、あんまりギャーギャー騒がないでよ。パーティー慣れしてないって思われるでしょ。パーティーに慣れている人はそうそういないと思いますが。そんな気にすることないっしょ。あっちにも写真撮ってる人いるよ。周りが気にしなくても私は気にするの。スクールアイドルはいつどこで誰に見られてもいいように可愛く、そして毅然としていなきゃならないのよ。さすがにこっち、スクールアイドルのミラーね。でしょ。その鏡では。ん？ん？どうしたの、ダイヤン。あちらにいらっしゃる女性、以前マリさんの家のパーティーでお会いしたことがありますわ。ちょっとご挨拶してきます。失礼いたします、奥様。はい、おかげさまで変わりなく過ごしております。またこうして奥様とお会いできてとても嬉しいですわ。ダイヤさん、綺麗にゃ。柔らかな物腰と洗練された所作、これもスクールアイドルの理想の姿、私も見習わなくては。マリーとしてはもう少しフレンドリーでもいいと思うんだけどね。お待たせいたしました。ダイヤ、さっきのポーズもう一回やって。スカートつまんでペコってするやつ、写真撮るから。写真？なぜですの？私だってあれくらいできるわよ。いいえ、私の方がうまくできる。ほらほら、どうよ、完璧でしょ。なんかちょっと違う。ダイヤさんは綺麗で大人な感じだったけど、ニコちゃんは。お母さんの真似をしようと頑張っている子供みたいな感じですかね。誰が子供よ。みんな楽しそうでマリーは嬉しいわ。いいよいいよ、そのまま。はい、チーズ。もういいですか。ダイヤさん、次は私と一緒に撮ってください。ダイヤさんとやりたいポーズがあるんです。それはさっきとは別のポーズですの。あなたたち一体何枚撮れば気が済むのです。いい加減私を撮りなさいよ。この清楚で可憐な最強スクールアイドルニコニーをレンズに収めなさい。セツナさんばっかりずるいにゃ。ビンもダイヤさんと一緒に撮りたい。ではお二人も一緒に撮りましょう。4人なら…そうだ、あの漫画の最新話の扉絵が再現できます。もう皆さん、今日は撮影会をしに来たわけではないのですよ。みんな、そろそろパーティーが始まる時間だから撮影会は一旦ストップね。全員集まれなかったのは残念だけど、それでもこうして来てくれて嬉しいわ。ありがとう。今日は目いっぱい楽しんでね。えい！
ローストビーフ、柔らかくてとっても美味しいです。この魚のフライもサクサクふわふわです。すごい美味しい。一口食べれば心もふわふわ。フライを食べて心がフライ、なつって。こんな高級そうな料理めったに食べられないものね。思い残すことがないようにしないと。まったくニコさんたら。ああ、もうそんなにお皿に取ったらこぼしてしまいますわよ。このくらいのパーティーならしょっちゅうやってるから、また来てちょうだい。しょっちゅう？どんだけパーティー好きなのよ、あんたの家は。どのお料理も美味しいにゃ。素敵なお庭で美味しいお料理、幸せ。蝶々だ、綺麗だにゃ。蝶々さんもご飯食べに来たのかな。このお庭のお花綺麗だもんね。あ、待って、行かないで。どうしよう、お皿、お料理、蝶々。ニオン、どうした？綺麗な蝶々がいて、でも飛んでっちゃって。だけどお料理持ったままだと危なくって。蝶々？あ、本当だ、超綺麗な蝶じゃん。蝶だけにリーさん、お皿なら私が持ちますよ。どうぞ蝶を追いかけてください。ありがとう、せつなさん。じゃあお願いします。友達のところに行こうとしてたんだね。蝶々さんふわふわ飛んで踊ってるみたい。リンも一緒に踊るにゃ。あー、めっちゃメルヘン。アイさん今寝てる？夢見てんの？現実ですよ。シチュエーションも相まってリンさんの可愛さがいつもより何倍も増しています。リンさん、にゃ。そんなに走り回ってはいけません。転んで怪我でもしたらどうするのです。ちょっと目を離すとすぐこれなんですから。ごめんなさいにゃ。あ、ちょっと待ちなさい。今度はリンさんが子供みたいですね。写真も動画もいっぱい撮ったな。虹学のみんなにいいお土産ができたよ。そうね、アクアのみんなにも後で見せてあげなくちゃ。私はどうしようかしら。見せてもいいけど、ほのかなんかはいけなかった悲しさと後悔で泣きそうなのよね。なんか想像ついちゃう。かすみあたりも泣いて噛みついてきそうだな。アイ先輩ずるいですとか言って。似てないわね。どうすれば全員の予定を合わせられるかしら。今度向こう1年くらいのみんなの予定チェックさせてもらいたいわね。あ、え、なに？ちょ、マリー動かないで、じっとしてて。一体何なの？二人してスマホ構えて何かいるの？あんたの頭に蝶が止まってんのよ。髪飾りみたいになってるわ。メアリー、マリーも写真撮りたい。どこ？頭のどのあたり？ああ、動かないで。我慢、マリー。ちょい我慢して。うん、
後でマリーにも写真送ってね。約束よ。にゃー、お待ちなさい、リンさん。うわ、あの二人まだやってんの？ねえ、なんだか声が近づいてくるんだけど、マリーの気のせい。怪我がなくてよかったです。でも本当に何があったんですか？何って、まあいろいろ。っていうか、あんたこそどこで何してたのよ。すみません、リンさんが戻るのを待っている間、お庭やテーブルの装飾を見て回っていたんです。ライブのステージ装飾や衣装デザインの参考になるかもしれないと思って。へー、こんな時でもそういうことをちゃんと考えてるのね。いつ何を見てインスピレーションが湧くか分かりませんから。ほら、テーブルに飾ってある花とか、まるで花嫁のブーケみたいじゃないですか。あれを見て、チャペルみたいなステージとか素敵だなって思ったりしてました。花嫁、ブーケ、そうだ、私、ウェディングイベントを探してたんだった。このホテルにも、結婚式のために敷地内にチャペルが建てられているそうなんです。マリさんにお願いしたら見せてもらえることになりました。私も見たい、一緒に行くわ。ここがチャペルよ。素敵ですね。なかなかいいじゃない。静かだにゃ。なんかちゃんとしなくっちゃって気持ちになる。不思議なところにゃ。わかりますわ。ここはチャペル、つまり礼拝堂。神に祈りを捧げる神聖な場所です。こうして立っているだけでも身が引き締まりますわ。マリー、あそこにあるのってさ、もしかしてパイプオルガンってやつ？そうよ、弾いてみる？いいの？じゃあちょっとだけ。え？アイさん弾けるんですか？すごいにゃ。スポーツもできて、運動もできて、オルガンも弾けるなんて。はぁ、あ、よし、行くよ。タラララーン。おーって、え、ターンターンタターン、ターンターンタターン。そうよ、なかなかうまいっしょ。これは弾いているフリーですね。弾けないなら変に真面目な空気出さないでよ。どんな演奏が始まるのか期待しちゃったじゃない。いや、ごめんごめん、やっぱ練習もなしにいきなりは無理だね。あそこまで堂々としていると、たとえ振りでも曲が聞こえてくる気がしましたわ。マリーも練習しようかしら。いつか誰かのウェディングで披露してみたいわ。この前のウェディングでも新婦の友人が弾いたらしいし。結婚式があったんですか？
じゃあもしかして今私たちが立っている場所は。そう、このバージンロードを花嫁が歩いたのよ。素晴らしい。あふれんばかりの大好きを抱きしめながら愛する人と共にこの道を歩いたのですね。バージンロードは花嫁の一生を表していると聞いたことがあります。祭壇までの一歩一歩が過ぎ去った思い出、成長の日々、そして最後、花嫁は愛する人の手を取り、共に新たな人生の一歩を踏み出す。バージンロードとは、家道とは、まさに人間そのもの。マリさん、私も歩かせてもらっていいでしょうか。大好きな気持ちを込めてここを歩いてみたいです。え、今歩いちゃっていいの？本番まで撮っとけば。人生に本番も練習もありません。私も花嫁たちのように未来へ続くこの道に大好きを刻みつけたいのです。いいわよ、好きなだけ歩いちゃって。せっかくだしマリーがエスコートしてあげるわ。リンも歩きたいにゃ。ライブのステージみたいでワクワクするにゃ。はいはい、ハイさんはリンのエスコートやる。っていうかさ、もうみんなで歩かない？みなさん、はしゃぎすぎですわよ。先ほども言いましたが、ここは神聖な場所なのです。もっとおごそかな気持ちで。はあ、あんたたち好き勝手言ってるんじゃないわよ。ここはどこだと思ってんの？永遠の愛を誓う場所なのよ。ニコさん、そんなところを歩くのはこのニコニーが一番最初に決まってるでしょ。ニコさん。ねえマリ、ここでスクールアイドルのイベントやることってないの？スクールアイドルの、そういえば人気のグループが結婚式のイベントに出演したニュースがありましたね。マリーが知る限りここでそういうイベントをやったことはないわね。くっ、ここもか。ニコちゃん、リンもイベント探すよ。二人で、ううん、みんなで探せばきっと見つかるにゃ。このホテルでもそのうちやるかもしんないよ。その時は一番に立候補すればいいじゃん。ググ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 グ、そのうちっていつ？明日、明後日、来月？お行儀よく待ってるだけじゃチャンスはつかめないのよ。決めた！ここでイベントやってやる。宇宙ナンバーワンアイドルニコニーの超一流パフォーマンスをここで披露してやるわ。面白そうね、やりましょう。うちの PR にもなるし、一石二鳥です。本当ね、絶対よ。後で無理とか言うのはなしだからね。ですが、いくらマリさんでもホテルの方に断りもなく決められないでしょう。説得するのだって簡単ではないと思いますが。 Don't worry、 必ず Yes と言わせてみせるわ。ネゴシエーターマリーに万事お任せなさい。はぁ、こうなっては止まりませんわね。リンさん、ニコさん、早めに準備を始めた方が良さそうですわ。うん、すぐほのかちゃんたちに知らせるにゃ。マリさん、ありがとう。アイさんも興味出てきたな。ニコっちの次はアイさんにやらせてよ。あ、アイさんずるいです。マリさん、私にもぜひやらせてください。 Of course、 詳細が決まったら連絡するわね。ありがとうございます。ねえダイヤ、アクアも言うと思いましたわ。チカさんたちと要相談ですわね。
そうと決まれば早速ウォーキングの練習よ。このバージンロードを華麗に歩き切ってやるわ。リンもやる。ニコちゃん待って。ウォーキングといっても花嫁はファッションモデルのようにメリハリの効いた歩き方をするわけではありませんわよ。ウェディングドレスで隠れちゃうから足の動きとかわかんないよね。モデルさんっぽくはない？こんな感じ？まあ悪くはないけどまだまだね。そんなお子ちゃま歩きじゃ周りを魅了するなんてできないわよ。お手本を見せてあげるわ。しっかり覚えなさい。これがトップスクールアイドルのウォーキングブライダルバージョンよ。わあ、ニコちゃんかっこいいにゃ。はい、優しく愛らしく力強くニコさんの素晴らしさが全身で表現されています。ねえニコっち、一人でバージンロードはやっぱり寂しくない？ラリーが祭壇の前で抱き留めてあげましょうか。お気遣いどうも。でも結構よ、私は一人なんかじゃないし、私がたどり着く先は誰か一人のところじゃないの。ニコのハートは応援してくれるみんなのものなの。ニコの隣にはいつもファンのみんながいて、ニコの行くところはいつだってそんなみんなのところなのよ。イベントでもこのバージンロードから世界中宇宙中のニコニーファンのハートをドキドキさせてあげるんだから。